あれ、体がおかしい、息が苦しい、胸が痛い、誰か助けて。悪い、苦しい。ブラックワールド。俺の名前は山口。食欲だけは人一倍旺盛だが、人見知りで神経質な性格のせいか、大学では周りとうまくなじめない。キャンパスでもいつも一人きりだ。俺はみんなが楽しそうにグループで歩いている中、一人ベンチに座って大量の弁当を食べている。周りの視線が痛い。ねえねえ見てよ、あいつまた一人で食べてる。あんなに食べてよく恥ずかしくないわね。ほっぺがパンパンに膨れて豚みたい。マジで？うわ、本当だ。あいついつも一人だけど友達いないのかな。どうして、どうして俺だけがこんな目に遭うんだ。食べることしか俺には楽しみがないのに。このままじゃダメだ、変わらなきゃ。俺は一大決心をした。部屋の壁にダイエット決意って紙を貼った。鏡に映る自分は醜い。よし、やるぞ。これでみんなに認められるはずは。晩ご飯できたわよ。今日はあなたの好きなカツ丼よ。あ、うん、わかった。でもカツ丼か、誘惑に負けそうだ。いや、ダメだ。今日からは野菜中心で行くんだ。え？大丈夫なの？体調でも悪いの？違うんだ。俺、これからダイエットするんだ。あ、そう。わかったわ。でも無理はしないでね。これで変われるはずだ。俺にだって輝ける未来があるんだ。痩せるって本当に大変だった。毎日の食事制限、きつい運動、何度もくじけそうになった。でもやっと目標体重に到達した。鏡に映る自分を見て少し希望が見えた気がした。やった、やったんだ。俺にもできた。これでみんなに認めてもらえる。もう誰にもバカにされない。でも現実は甘くなかった。痩せたところで性格は変わらない。教室に入っても相変わらず誰も振り向いてくれない。痩せた体でさっそうと入室したのに、周りの反応は俺の想像とはかけ離れていた。え、なんで誰も気づいてくれないんだ。俺はこれだけ変わったのに。あれ、山口くんどこ行った？最近見ないよね。そういえばあの太ってたやつ来なくなったよな。え、俺のこと、ここにいるんだけど。え、ああ、ごめん、気づかなかった。山口、マジで？ああ、そう、俺だよ。食事制限とか運動とか頑張ったんだ。すげえな、別人みたいだぞ。でもなんか元気なさそうだな。なんだよこの虚しさ。痩せても何も変わらないのか。結局また元の生活に戻ってしまった。大学にも行かなくなって部屋に引きこもる日々。食べることだけが俺の唯一の慰めだった。やっぱり俺は変われないんだ。外見を変えても中身は同じ。誰からも必要とされない、そんな存在なんだ。どれだけ努力しても結局は一緒。この世界に俺の居場所なんてないのかもしれない。そして俺の体重は急激に、そして容赦なく増加していった。恐れていた瞬間が容赦なく訪れた。体重計の針はとうとう150キロを超えてしまったのだ。150キロは嘘だろう。俺はどこまで落ちこぼれていけばいいんだ。あれ、体がおかしい、息が苦しい、胸が痛い、誰か助けて。悪い、苦しい、胸が、息が、誰か助けて。こんなところで終わりたくない。
大丈夫なの？しっかりして、救急車、救急車を呼ばなきゃ。俺は病院に運ばれていて、白い病室で点滴を受けながら、医者が俺に投げかけたのは厳しい言葉であって。山口さん、このままでは命に関わります。そんな、俺はこのまま死んでしまうんですか？最悪の場合、そうなる可能性があります。今のあなたの体重と生活習慣では心臓に大きな負担がかかっています。でも俺、一度ダイエットに失敗してもう自信がないんです。何をしても無駄な気がして。わかります。でも今回は違います。あなたの命がかかっているんです。本気で取り組まないと。俺にできるんでしょうか？できますよ。私たちも全力でサポートします。まずは栄養士と相談して食事プランを立てましょう。あなたの人生はまだまだこれからです。死の恐怖が俺の心を強く、そして容赦なく揺さぶった。もう逃げられない。痩せないと本当に死んでしまう。でも今度こそ本当の意味で変わってみせる。あなた大丈夫？医者の言うことをよく聞いてちゃんと治療を受けるのよ。ねえ、分かってる。今度こそ本気で変わるよ。もう逃げ出さない。私も協力するわ。一緒に頑張りましょう。あなたには幸せになってほしいの。ありがとう。今度こそみんなを心配させないようにしなきゃ。俺の人生ここで終わらせるわけにはいかない。死への恐怖と人生を取り戻したいという強い願いが俺を再び立ち上がらせた。そして俺は新たな挑戦を見つけた。これだ。ただ痩せるだけじゃない。体も心も強い自分になるんだ。今度こそ本当の自分を見つけ出してやる。そして誰もが認める存在になってやるわ。こうして俺のボディビルへの道が始まった。ね、しかしそれは想像を絶する苦難の連続だった。毎日の激しいトレーニングは俺の体と心を限界まで追い込んで。その調子、もっと追い込め。限界を超えろ山口、お前にはできる。うわ、痛い、苦しい。でもここで諦めたら元の自分に戻ってしまう。そんなの絶対に嫌だ。いいぞ、その位置だ。お前、最初に来た時とは別人だぞ。はい、まだまだいけましょう。でも本当に俺変われるんでしょうか？当たり前だ。お前の努力は誰にも負けない。毎日コツコツ積み重ねること、それが一番大事なんだ。わかりました。もっと頑張りましょう。日々のトレーニングは俺の肉体を鍛えると同時に彼の精神も鍛えていった。かつての弱々しい心は少しずつ、しかし確実に強くなっていった。ここで諦めたら過去の自分に戻るだけだ。もう後戻りはできない。ここで踏ん張るんだ。そうすればきっと新しい世界が開けるはずだ。俺の懸命な努力は少しずつではあるが、しかし確実に実を結び始めていた。ジムの鏡の前に立つ俺の体は以前と比べると筋肉がついて体型が引き締まっている。変われる。俺は変われるんだ。こんな風に体が変わるなんて。おお、山口、その調子だぞ。筋肉ついてきたな。トレーナーさん、ありがとうございます。でもまだまだですよ。もっと鍛えないと。いや、十分すごいよ。これからも頑張れ。はい、必ず結果を出してみせましょう。でも体は変われても中身はまだ。大丈夫だ。体が変われば心も変わる。自信を持て。お前ならできる。ありがとうございます。頑張りましょう。そうだ山口、来月のボディービル大会に出てみないか？
でも俺なんかが。お前なら十分やれる。これまでの努力を披露するチャンスだ。わかりました、挑戦してみましょう。よし、明日から特訓だ。覚悟をしておけよ。はい、どんなトレーニングでも頑張りましょう。そして俺はついにボディビル大会に出場することを決意した。ここが人生を変える転機になるはずだという期待と少しの不安を胸に、震える手で俺はエントリーフォームを提出した。よし、エントリーの手続きは済んだぞ。あとはお前次第だ。山口、お前ならできる。ありがとうございます。必ず結果を出してみせます。不安もありますが、でもここまで来たんだ。当たり前だ、誰だって初めは不安さ。でもお前の努力は誰にも負けない。自信を持て。はい、頑張りましょう。この大会で新しい自分を世界に見せつけてきましょう。そして大会当日、ついに運命の日がやってきた。俺にとって人生最大の挑戦の時だ。会場の熱気と緊張感が全身を包み込む。俺は舞台袖で筋肉を際立たせるため体にオイルを塗り、名前が呼ばれるのを待っていた。次の出場者は山口選手です。かつて150キロを超える肥満だった男がここまで変貌を遂げました。皆さん大きな拍手でお迎えください。ここまで来た、あとはやるだけだ。今の自分ならきっとは。へえ、君が噂の山口か。150キロからこの体ということは相当頑張ったんだに。ありがとうございます。皆さんに負けないよう頑張りますよ。でもまだまだ未熟で。いやいや、そんな謙遜するなよ。ステージの上では自信を持つといい。君の努力は本物だ。はい、ありがとうございますよ。よし、行くぞ。俺が舞台に立つと会場は一瞬静まり返った。そして彼のポージングが始まると驚きの声が上がり、やがて大きな歓声に包まれた。それは彼の人生で初めて聞く自分を認める声だった。すごい、みんなが俺を見てくれている。笑っているんじゃない、認めてくれているんだ。ここにいる全ての人に俺の変貌を、俺の決意を見せつけてやるわ。そして奇跡ともいえる結果が告げられた。今大会のチャンピオン、山口選手です。会場の皆さん、大きな拍手をお願いします。かつて豚みたいと言われ、いつも一人だった俺が体と心を鍛えることで誰もが認めるチャンピオンとなった瞬間だっけ。俺が優勝した。俺は本当に変わったんだ。もう二度とあの暗い日々には戻らない。これからは前だけを見て生きていくわ。大逆転人生の始まり、この日を境に俺の人生は劇的に変わった。かつて人前に立つことすら恐れていた俺が、今や多くの人々の前で堂々と自分の経験を語る存在となった。その姿はまさに奇跡そのものだ。山口選手、優勝おめでとうございます。ここまでの道のりを教えてください。多くの人があなたの姿に勇気づけられています。ありがとうございます。俺は昔150キロを超える肥満でした。でも死ぬことが怖くて、その恐怖が俺を支えるきっかけになったんです。俺は自分の壮絶な経験を包み隠さず語った。その言葉の一つ一つに苦悩と決意、そして希望が込められていた。聞く者全てがその言葉に引き込まれていった。大変な努力があったと思います。挫折しそうになったことはありませんか。ねえ、何度もありました。でも周りの支えがあったから乗り越えられたんです。特に母とジムのトレーナーには感謝してます。体重を落とすだけでなくボディービルを始めたきっかけは、単に痩せるだけじゃなくて強くなりたかったんです。心も体も。
そしたら自然とボディービルに惹かれていって。最後に同じような境遇の人たちへメッセージをお願いします。はい、まず諦めないでください。一歩踏み出す勇気さえあれば必ず道は開けます。そして一人で抱え込まないこと、助けを求めるのも勇気です。皆さんならきっとできますよ。俺の言葉は多くの人々の心を深く動かした。今では講演会で自分の経験を語っている。大きな講演会場のステージに立ち熱心に話をする。多くの客席はそんな俺の話に真剣な表情で耳を傾けている。皆さん、どんな状況でも必ず希望はあります。誰にでも変われるチャンスがあるんです。諦めないでください。でも山口さん、何度も挫折してしまってもう自信がないんです。わかります、私も同じでした。でも一歩ずつでいいんです。今日より明日少しでも前に進めば勝ちなんです。周りの目が気になって一歩踏み出す勇気が出ないんです。その気持ち痛いほどわかります。でも思い出してください、あなたの人生はあなたのものです。他人の目なんて気にする必要はないんです。かつて誰からも見向きもされなかった俺は今では多くの人々に勇気を与える存在となっていた。俺の講演会は常に満員で、その言葉に勇気づけられる人々が後を絶たなかった。山口さん、あなたの話を聞いて私も人生を変える勇気が出ました。ありがとうございます。でも覚えていてください、変わるのはあなた自身なんです。私はただそのきっかけを提供しただけ。これからの人生はあなたが主役なんですよ。でも具体的に日々何をすればいいんでしょうか。小さな目標を立ててそれを達成していくんです。例えば今日は10分歩く、明日は11分、そんな感じでいいんです。継続が大切なんです。今の生活は昔の自分には想像もできないもので、明るく広々とした新しい部屋、壁には数々のトロフィーやメダルが飾られている。窓際に立って外の景色を眺めながらこれまでの道のりを思い返す。あの頃の自分には想像もできなかったな、こんな日が来るなんて。でもあの苦しみがあったからこそ今の幸せがあるんだ。鏡に映る自分を見て改めて本当に変われたんだと実感する。寝室の大きな姿見の前に立つと、そこには自信に満ち溢れ、どこまでも強くたくましい男の姿があって、これからも自分を超え続けよう、そしてもっと多くの人の力になる、それが新しい俺の使命だ。あなた本当に立派になったわね、誇りに思うわ。ありがとうお母さん、母さんの支えがあったからここまで来れたんだ。これからどうするの？もっと多くの人を助けたいんだ。俺みたいに苦しんでる人たちの力になりたいんだ。そう、あなたならきっとできるわ。こうして太りすぎた男の逆転劇は幕を閉じた。しかし山口の挑戦はまだ始まったばかりだった。よっしゃあ、今日も自分を超える日にしよう。まだまだできることがたくさんある。一人でも多くの人を幸せにするために。おはようございます、山口さん、今日もよろしくお願いします。 ああ、おはよう、みんなで頑張ろう。彼の物語は多くの人々に希望と勇気を与え続けている。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。